高槻市立第八中学校は大阪府高槻市ベニタケ町にある公立中学校。学校敷地はベニタケ山遺跡の上に立地し、敷地の片隅に古墳が復元されている。高槻市中心部に隣接する住宅地および北部の新興住宅地を校区としている。略称は八中、第八中、高槻八中など、地域とともに、 社会の中で自立して生きていく力の育成や多文化、共生、国際理解の取り組みを目指すとの建前を掲げていた。特に在日韓国、朝鮮人の文化や言語を学ぶカリキュラムが組まれていた。なお、現在は廃止されている。仲間と共に考え、協力していく集団づくりに取り組み、さらに自主的に活動できる集団づくりを推進してきている。また、 国際協力、中学生でもできる国際貢献の具体化や生徒自ら自分たちのエネルギーを出し、発表、表現できるような活動の追求として、生徒会執行部を中心とした総合文化発表会オープニングの話題講演奏を行っている。立候補資格は高槻市立第8中学校の生徒であること。前期は生徒会長1名、副会長1名、 一年執行委員2名、二年執行委員2名、三年執行委員2名を選出する。後期は、生徒会長1名、副会長1名、一年執行委員2名、二年執行委員3名を選出する。近年の傾向として、会長選挙は定員枠の1名しか立候補しないことが多く、新任投票が実施される。各学年執行委員選挙も、 定員枠数しか立候補しないことが多い。会長、副会長は全学年での投票。各学年執行委員は各学年での投票となる。定員枠数しか立候補しなかった場合は、新任投票となる。立候補者数が定員枠を超える場合は、通常選挙となる。通常選挙では、学級内で立候補者が出た場合は、 その立候補者への投票が義務付けられ、信任投票の場合では、支持しているしていないに関わらず投票が義務付けられるなど、民主主義の制度とは乖離している部分もあると指摘されることもある。開かれた学校づくりを目指し、地域の人々の協力を得ながら、学校の取り組みを活性化させていきたいと考え、 八中人材バンクの登録を行っている。その中から図書館会館の支援、総合的な学習や選択履修授業の講師、職業聞き取りの講師、演劇指導、課外クラブの技術指導など多数の協力を得ている。八中高区地区教育協議会主催のふるさとふれあいフェスティバルに生徒会をはじめ、ひまわり学級、PTA、教職員が参加。 フェスティバルや本の読み聞かせ会等への積極的な参加を予定している。校内には古墳山 C1 号墳が保存されている。これはベニタケ城一帯に弥生時代後期の集落跡から発見されており、住宅街建設によって大半が撤去されたものの、学校内に一墳が現存している。ありがとうございます。